ムアムアーサビナです。アムアムワールド、アムアム。本日のゲスト、コロコロチキチキペッパーズ、ナダルくんです。お願いします。ありがとうございます。本当は、はい、西野くんもね、一緒に来てほしかったですけど。すいません、ほんま西野もうものすごいコロナです、ね。言っちゃって大丈夫。まあまあ言ってるかも。言っちゃってる。今日はナダルくんとスリルを、はい、やらせていただきたいなと思ってます。以前ね、あの TBS の番組にご一緒させてもらった時に、はい、やっぱあんなすごいもん見せられてね、正直ちょっと今日 R1 グランプリ2回戦で落ちまして、マジ落ちて、めちゃめちゃちょっとやっぱ500万取りに行くつもりでやってましたんで、うん、そうだね、落ちてやっぱちょっとなんじゃこれみたいになってますんで、マジで1万円めっちゃ欲しい申し訳ないですけど、これ本当もう申し訳ないという気持ち、うん、なしでちょっと僕ほんまにこれはちょっともう行きたいなと思っちゃってます。今すいません本当に。いやいや、ね、エントリー費とかもあるもんね。エントリー費とかもありますから。1回戦めちゃめちゃ受けたんですけど、2回戦めちゃめちゃ滑ってました。びっくりしてるんですけど、うん、ちょっとほんまにね、うん、もうせっかくやったこれもういただきたいんでちょっと申し訳ないですけど、いやそれ行かせていただきます。これはそれはもう本当全然ガチで来てよ、はい、僕ももうほんま正直マジで、うん、はい、早く帰りたいというのもちょっとありますし、ね、ライブ終わりに、ね、これは仕事としてと仕事として、仕事やったらええけどっていうのもやっぱそれぐらいやっぱあるとして、ね、早く帰りたいのっていうのはあるんで、ね、絶対にこれ仕事としての1万円という気持ちでやりたい、はい、うん、僕の方は稼いでるかもしれないんですけど、うん、関係ないという感じになってます。すいません、それはそのもう、はい、稼いでる人とやりたいからむしろ。むしろね。やっぱそれ聞くとやっぱちょっと引いちゃうし、いるんですけども、ちょっと。ルール説明お願いさせていただきます。はい、2つ箱を用意しました。はい、どちらか1つに僕の自腹の1万円が入ってます。アルバイトして、はい、稼いだ1万円。はい、1日分の1万円が入ってもらいます。あんま説明しなくても行きづらくなった。厨房のフィルター製造、ドロドロの。僕も昔バイトした時、うん、すごいんですよ、厨房の、あの特に中華とか油も扱うとこの壁とか上とかの紙で回らんぐらい、そうそうそう、ベッタベタで、それの結構きつかった時の1万が入ってる。どっちか一つ選んでもらって、はい、1万円入ってたら1万円プレゼント。ただし外してしまった場合1万円もらえません。これが意味わからない。これが一回だからやっぱはえってなりますもんね。あそこ参加するノーリスクで、こノーリスク、はい、ただ本当にあの外したら本当にあげないから。リスクじゃないんですよ。その電話したらもちろんというか、逆にそれエントリー日なしでいいんやっていうぐらいですから。なるほど、全然、はい。ナダルさん、はい、スリル挑戦されますか。します。ありがとうございます。アムアムワールド、松本さんに取られた時どういう気持ちだったんですか。負けたら意味ねえだろって思っちゃった。ゴールデンでやらせてもらったけど、すごいいい舞台を用意してもらったけど、負けたら意味ねえなっていうのは、うん、でもめちゃめちゃ盛り上がってましたよ、ね、すっごい。でもスリラーとしてはやっぱりスリラーっていうんですね。僕もちょっとほんまにこれめっちゃ覚えてる、これ松本さんこっち行って多分12万取ったやつですね。この箱っちゃいましたっけ。あ、切り箱とこれ取ったやつ、あの切り箱の方に入ってました。あ、入ってましたか。忘れた。逆だね、うん、女も一択かもしらんな。松本さんと同じ方を選んでももう成功せんのちゃうかっていう、はいはい、やっぱこっちがね、プーさんがね、子供が大好きなんですよ。プーさん、プーさん、プーさんって言ってて、子供の思いも乗っかってるみたいな感じがして。今何歳。まあ、今年の3月で3歳になります。うわー、もうそんなに。そうね、なんかパパ1万円取ってきたよっつって、やったーっつってなんか走り回ってる映画浮かぶというか。ああ、なるほどね。こっちにめっちゃ強く聞かれますね。ああ、振ったりするのらしいですよね。いや、全然大丈夫。え、マジっすか。触ってもらって大丈夫。振っても全然大丈夫。そっか、もう3歳になったか。え、これ振っても札の感覚はないんですか。あ、あの貼り付けてあるから。なるほど。
もうちょっと僕はこれかな、もうちょっとちょうど良かったなって松本さんこっち選んでたイメージだったんで、もうちょうどなんかこの、うん、1万円取ったらじゃあそのお子さんに何か買ってあげたりとか。そうですね、お子さんに軽く駄菓子買って、あとなんか僕のなんか好きなもの使ってほとんどナダルじゃん駄菓子駄菓子いやでも仲間のためだけど使えてる。あー、はい、プーさんでファイナルスリー。ファイナルスリル。ファイナルスリルと言ってしまったら変えることができません。もう変えれないですか。いいでしょう。変えません。なんかその感じが変えさすっていうその雰囲気がフェイントな感じしますね。これでいきます。いいです。本当にもう一回だけ最後のチャンスです。はい、ファイナルスルー。ファイナルスルーでよろしいですか。はい、本当に大丈夫ですか。大丈夫ですか。もう次行ったらダメですよ。ファイナルスルー、もうファイナルスルー、ファイナルスルー、ファイナルスルー。行ってしまいました。もうちょっと帰れないですけど。まあ、ね、こう、R1 の傷とかもあるんで、最後、もう一回だけ。でも、本当に次行ったらもう、もう帰れなくなる、本当に。ファイナルスリル、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 ファイナルスリルです。じゃあ、ここは肘。これ何すか。何だよ。何だよ。何だよ。髪を髪を。ここも申し訳ない。これでいきます。ファイナルスリルで。いいんですか。はい。本当にいいんですね。いきます。はい。これせーので開きますよ。3。いっちゃって。2。稼いでる人とやりたいから、むしろ。1。じゃあ、ここは肘。ちょっと何すか。ゼロ。よっしゃー。くっそー。絶対こっちだと思って。だから言ったじゃん。これは、マサさんは知ってるんですか。俺は知ってる、俺は知ってる。あ、知ってる、知ってる。どういうこと。どういうこと。怖いよな。めっちゃ怖い。もう心理戦っすか。いや、だからもう極限までスリル味わえてる。うわ、スリラーやな。これはちょっと僕、最後の最後に、もしこっちやってたとしても、多分ちょっと無理でしょ。こっちに変えてると思うんですよ。このまま行きましょうとか言いそうやから。いや、すごいスリラーでした。ちょっともう惨敗ですね。あー、危なかった。完全に十中にハマった。十中にハマってるからやっぱスリラー、根っからのスリラーや。スリラー、いやー、もう最高でした今の。いやいや、ちょっとこれは行きか。だいぶ行ったから、こっちも変えられたらどうしてたの、ほんとに。変えないで、変えないで、変えないでっていう。スリラーやなー。絶対こうやってね、僕もなんか子供の顔が目に浮かぶと思って、これなんだこれ。消えてった。いや、ちょっとやられましたね。いやごめんなさい、本当にノーギャラです。はい、いやー、ちょっともう一回やりたいですね。いつの日かまた、はい、2人で来てほしいなと思って。あ、よろちき、うん、あ、いいんですか。よろちきチャンネル、僕もあ、いいんですか。大好きで。いや、嬉しい。それはヘビーめちゃくちゃ見てるんで。いや、嬉しいです。よろちきチャンネルに全然あのいいですか、持ってくこともできるんで。スリルね、出張スリルで。出張スリル。
出張ヘルスみたいな感じで出張すぎる、はい、いやちょっとぜひちょっとそれをまたちょっとぜひ本当にありがとう。いやいやこちらこそです、ありがとう。いやいやちょっとなんか変な噂だけ流さないですか。そうだな、いやいや、まあ、よろちきチャンネル見てると、はい、ちょっと不安になるから。なるほどなるほど、ダジャレがどういう人なのかっていうのがちょっと、なるほど、そうですね、だからまあまあそうですね、でも それ言わないですけども、うん、はい、ちょっと家とかで言うかも。家族とんでもないチャンネルある。ありがとうございます。ということでチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ。コロコロチキチキペッパーズナダルでした。ありがとうございました。